こんにちは、スタイリストの大山修です。今回の動画では本日発売になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボラインですね、こちらのアイテムを実際に買ってきましたので最速レビューという形で皆さんにお届けをしてみたいなというふうに思っています。ですので今回はですね、いつも通りに編集するのではなくてテロップも入っていませんし、なるべくですね一発で撮影をしたいなと思ってますので多少噛むことがあるかなと思うんですが、その点はですね皆さん温かい目で見守っていただければなというふうに思っています。以前にもですね予想レビューという形で JW アンダーソンのコラボレーションラインお出しをしているかなと思うんですけども、そちらと今回はですね答え合わせのような形で行いたいなと思ってるんですが、おおむねですね予想通りだったかなと思っています。ざっくりと全体像をお伝えしますと、今回の JW アンダーソンのコラボレーションラインはですねそこまでですねぐっと心をつかまれるものが多くはなくて、僕の中でもですね今回はあんまり買うものないなというふうに思っていたんですが、その中でもですね事前に何点かはですねこれはいいかもなというものがあったんですね。結論から言うとそのアイテムはですね大当たりでした。すごく良かったんですね。いっぱいある商品の中でその中でどれもこれも欲しいというわけではないんですけども、これはというものはですね結構外しがなかったので、それは僕も結構喜びながら購入をしました。後でご紹介したいなと思うんですが、このアイテムに関しては結構ですねプラス J だとかユニクロ U だとかさまざまなユニクロの中のコラボレーションラインがありますが、その中でもですね満足度が高かったかなというふうに思ってます。あまりもったいぶらずにですね、僕は今回 JW アンダーソンとのコラボレーションラインで一番皆さんにお勧めしたいアイテムをですねご紹介したいなというふうに思ってます。それがこちらのアイテムですね。はい、商品名がですねツイルワークシャツというもので、色はですね僕はダークグレー、こちらに注目をしていたんですけども、やっぱりこれはですねめちゃくちゃ良かったですね。もう一番最初にこれを手に取って、まずは S サイズと M サイズをサイズを比べて僕が気に入ったものを購入しました。これがですねマストバイですね。先ほどもお伝えしましたが、今期のさまざまなコラボレーションラインの中でもシャツアウター系で言ったらこれが一番良かったかなと思うので、ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。もうちょっと近くでお見せしたいなと思います。僕のですね結構お気に入りのシャツアウターというジャンルの中で、いろんなものを今期買ってきましたが、こちらはですねなかなかデザインのバランスがいいなというふうに思っています。サイズではですね結構悩んだんですけども、 S と M を両方試着してみた結果、 S だとですね割とコンパクトめだったので、今っぽさというところがちょっと漂わないかなと思ったので、あえてワンサイズ上げて M サイズを購入しました。ただそれでもですね決して大きすぎることはないかなと思うんですね。着丈も長すぎることはないですし、身幅もちょっとゆったりめなので、好きな方だったらさらにワンサイズ上げてもいいかなと思っています。2サイズアップぐらいで今トレンドとなっているゆったりめのシルエットになるかなと思うので、そういったものもいいかなと思ったんですが、僕は今回ですねややゆったりめぐらいの M サイズに留めておくことにしました。十分ですねこれぐらいのサイズ感でも程よい今っぽさは漂うのかなというふうに思っています。アクセント的になっているのはこの胸ポケットですね。左右対称になっていまして、これがですねシャツアウターとしても一つのアクセントになっていまして、でデザイン的には JW アンダーソンらしいですね、このステッチ使いですね、この部分が他のアイテムにも入っているんですね。 T シャツなんかにも入っていたかな。でこの部分がですねやっぱり賛否両論があるかなと思ってまして、うまくいけばちょっとしたアクセントとしてすごくバランスがいいんですけど、失敗するとなんかこう子供っぽいというかダサい感じにならないかなと思っていて、そこが心配だったんですが、このシャツアウター系のアイテムに関しては結構生地の色と同色なので全くですね目立たないですし、これぐらいであればアクセントとしてうるさくないかなと思っていて、すごく好印象だったかなというふうに思っています。一方で T シャツに関しては個人的にはちょっとなんか目立つなという感じがしたので購入を見送りました。ですので、アイテムごとにハマってるかどうかが分かれる点なのかなと思いますが、このシャツアウターに関してはすごくバランスがいいデザインになっています。そして色合いに関してはこのですねダークグレーですね、結構プラス J でもユニクロ U でもこういったダークグレーの色は多いんですけども、やはりですねブラックよりはほんのりですね明るさが出るのと、グレーの中でもですね上品な雰囲気が漂う色合いなので、これはすごく良かったなと思っています。さすがにですね一押しだっただけあって、これは僕は買ってめちゃくちゃ満足しているアイテムかなというふうに思っています。皆さんもですね今回 JW アンダーソンのアイテムの中で選ぶのであれば1着はこれだけで僕は十分かなと思っています。
まあ、何点かですね、それでも残念というか、ここがもう少し変化があったらさらに良かったなという点がありまして、例えばですね、このシャツアーターというのは T シャツの上とかにさらりと着ることが多いんですけども、その時にたまにですね、こうポケットがついているものがあるんですね。それが結構便利なんですね。というのも、その中にちょっとした荷物を入れることもできますし、なんかね、ポケットがあると安心感があるんですね。よりこうブルゾン感があって、僕はそういった作りが好きなので、ポケットがあったらさらに良かったなというふうな感じがしています。あとは生地はですね、コットン 100% ということで、まあ、春らしくていいなと思うんですが、まあ、その代わりちょっとこうシワ感みたいなものが多少出てくるので、そこを味と取るか、まあ、ちょっとなんかピシッとしてる方が好きかというところは分かれるかなと思うんですが、まあ、ポリエステルが混紡されているような生地感も僕は好きなので、そこはですね、結構好き嫌いが分かれるところかなと思っています。ただですね、このコットン特有のシワ感というところも楽しみながら、こういったものを着たいなと思うので、個人的にはすごく満足していますね。価格も4000円前後というところで、非常にコストパフォーマンスがいいので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、コーディネートとしてはすごく簡単で、僕はですね、こういった T シャツの上にですね、さらりと着るぐらいで合わせたいなと思っています。まあ、今回内側に着ているのはプリント T シャツですね。無地のものでもいいかなと思うんですが、まあ、ちょっとしたアクセントを取り入れたいので、今回はサタデーズニューヨークの T シャツを中に入れて、その上にですね、こちらのシャツアウターを羽織るようにしています。まあ、内側にはですね、こういった白系のものを取り入れた方が、ダークグレーにはですね、暗すぎないのでバランスがいいかなと思っています。ちょっと足元見えなくて恐縮なんですけど、まあ、スニーカーは T シャツの色とリンクするようにホワイト系のものを選んで、まあ、こういったボトムスも黒だったりだとか、上半身がダークグレーということで、ちょっと重めの色であっても少し白を入れることで爽やかな要素を取り入れるとバランスがいいかなというふうに思っています。そして内側に着るのはこういった T シャツだけではなくて、結構ですね、シャツ系のアイテムも相性がいいかなと思います。まあ、今期ですね、僕がめちゃくちゃ気に入っているこちらのプラス J のバンドカラーシャツ、まあ、ユニクロではスタンドカラーシャツと呼びますが、これと合わせるのもすごくバランスがいいかなと思うので、ちょっと着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。このようにですね、スタンドカラーのシャツというと襟がすっきりとしてますよね。その上にこういったシャツアウターを着て襟が重なったとしても、そこまでですね、うるさくないので、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。ですので、この内側に着るものとしては、T シャツがあり、あとはこういったスタンドカラーシャツ、バンドカラーシャツがあれば、結構ですね、さまざまな着こなしに使えるのかなと思うので、結構これは使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。まあ、こういったストライプ系のシャツを入れることで、まあ、先ほどの T シャツも爽やかでいいかなと思うんですが、よりですね、きれいめな方向だとか、ストライプを入れることでちょっとしたアクセントとしては機能してくれるのかなと思うので、ぜひですね、こういった着こなしもユニクロだけで構成ができますので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思ってます。そして今回ですね、こちらのダークグレーはもちろんですね、最初から注目していたので買うつもりだったんですが、実はですね、こちらのアイテム2色買いしています。まあ、こちらにもあるんですけども、この色合いがですね、意外と良かったんですね。まあ、ブラウンというカラーなんですけども、まあ、ベージュとブラウンの間ぐらいのですね、まあ、コクがあってすごくいい色合いだったんですね。なかなかこういったベージュからブラウンの色って、安い価格帯のものだと上品に見えるものが少ないんですね。ですので僕はスルーすることが多いんですけども、これは色合いも良くて、まあ、春っぽさも出やすかったので、僕は思わず購入してしまいました。ですので、これはちょっと予想外だったかなと思うんですが、ちょっとですね、この後こちらも羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみました。どうでしょうか。この色もですね、なかなかいいかなと思います。まあ、先ほどはですね、上半身も下半身も濃い色だったんですが、このようなベージュだとかブラウン系の色を取り入れることで、春らしさというか一気に明るい雰囲気になるかなと思っています。まあ、色味の感じがね、すごく上品なので、これまたすごく気に入っていまして、僕はですね、トップスはやっぱりこういった白系の T シャツを合わせることで、上半身は明るめにまとめて、下半身は黒で引き締めというコーディネートがバランスがいいかなと思っています。ただの手抜きな部分もあるかなと思うんですが、僕はあんまり凝ったスタイリングよりはサクッと着て出かけるみたいなスタイルが好きなので、これまたですね、結構頭を使わずに簡単にコーディネートが組めるので、なかなかいいかなというふうに思っています。ですので、本命はダークグレーなんですが、まあ、すでにですね、シャツアウター系はたくさんのものを持ってるよという方も少なくないかなと思うんですが、そういう方は雰囲気を変えて
こういったブラウンを選んでみるのもすごくバランスがいいかなと思うので、個人的にはお勧めしたいかなというふうに思っています。ということで今回はですね、このシャツアウター風のアイテムが一押しではあるんですが、実はですねそれ以外にも僕は一つアイテムを買っていまして、ショートパンツですね、2タックのショートパンツを購入しました。ですがこれはですねお店では購入せずに、まずは試着をして雰囲気が良かったので、それはですねウェブの方でサイズ XS を選びました。というのも結構ですね、僕は S サイズだとウエストがガバガバになってしまうので、オンラインの方で最小サイズというのが売っているので、そちらを買うことが多いんですね。ですので試着をした後に急いでですねオンラインで見たんですが、もう本当にですねダークグレーの色に関してはほとんど売り切れになってまして、もう XS しかなかったんですね。ですのでギリギリ間に合ってよかったかなと思うんですが、まあ、タックが入っていて少し腰回りがゆったりになっているショートパンツ、これはですねちょっとトレンドになっていまして、プラス J でも同じようなものがあったかなと思うんですが、まあ、ちょっとこういったものもトライをしてみるのもいいかなと思ったので今季は購入をしてみました。これはですね後日到着したらまたレビューをしたいなと思うので、まあマストというものではないかなと思うんですが、ファッションが好きでちょっとショートパンツでおしゃれをしたいという方にはおすすめかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインですね、これの最速レビューということで、さっき買ってきてそのままですね撮影をしているわけなんですが、ぜひですね皆さんも売り切れる前にまずはシャツアウター風のアイテムですね、これだけは本当に良かったと思うので、たった一つだけでもいいのでよかったらチェックをしていただければなと思っています。まあ、このようなコラボレーションラインというのは毎年ですねもう季節ごとに行っているものなので、あまりですね気合を入れてたくさん買う必要はないかなと思うんですね。まあ、各コレクションの中から気に入ったものを 1,2 パターンぐらい買えば十分かなと思いますので、その中でも今回はこのシャツアウターが間違いなく完成度が良かったかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っています。まあ、これだけではなくて僕はメンバーシップ動画というものを展開していまして、そちらの方ではですね今回のように編集なしでリアルタイムでどんどんですね新しい情報をお出ししてますので、気になる方はですね概要欄の方からぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信、皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。